2001年の読売ジャイアンツでは2001年における読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは2回目の長島茂を監督体制の9年目のシーズンである。このシーズンの打撃陣は好調で140試合で688得点と1試合平均5点弱の得点を挙げたが投手陣がチーム防御率4.45と振るわなかった。チームは シーズン序盤は、好調な打撃陣に支えられ、4月は首位を走ったが、5月下旬から、7連敗すると勝率でヤクルトに抜かれ、終盤に連勝し、ヤクルトとの勝率、ゲーム差を僅差に迫ったものの B クラスへの、取りこぼしなどもあって、あと一歩及ばず、9月27日の広島戦20、対11で敗れると、長島監督が優待を表明。 東京ドーム最終戦の横浜戦に4対9で敗れ、さらに阪神最終戦で敗戦し、ヤクルトに勝ち星で追いつけず、シーズンを2位で終えた。そして同年限りで、長島監督は優待して、終身名誉監督に就任し、後任に原辰則ヘッドコーチが就任した。対戦成績では前年苦戦のヤクルト、三位横浜に十六勝十二敗と、 それぞれ貯金4をマークしたが、広島に13勝14敗1分、最下位半身に15勝13敗特戦を強いられた。このシーズンは、勝利数優先で順位を決定。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談。 ありがとうございます。